皆さんこんにちは、伊藤亜美です。この15分はですね、フィギュアスケートをテーマにお送りしたいと思います。最初に演奏する曲目は、この間のオリンピックで荒川静香さんが金メダルを取った曲です。ちょっとね、時間経ってしまいますが、皆さんイナバウアー覚えてますか？ちょっとこう、そういう技が大変に有名になりましたよね。それで、じゃあ荒川さんがなぜこの曲を選んだかということを知っている人はいませんよね。そう、私も実はこの間テレビで初めて知ったんですけれど、普通ね、スケートっていうと何かこう滑りたい技とかイメージがあって、それに合わせた音楽を選ぶと思っていたんですけれども、実は今回荒川さんは違って、先にこの音楽を、この曲を聴いて、わあ、なんて素敵な曲なんだろう、わあ、この曲をみんなに伝えたい、私のスケートでこの曲の素晴らしさをみんなに伝えたいっていう思いがあったそうなんです。まあ、音楽の先にあったわけですよね。で、私も普段こうしてピアノコンサートを行っているんですが、まさに荒川さんと同じ気持ちで、いい曲をみんなに伝えたい、そしてね、みんなでこの感動を共有したいなと思っています。そんな意味ではフィギュアとピアノはとても似ていると思います。ますます応援したい気持ちが強くなりました。それでは最初の誰も寝てはならぬをお聴きください。